もう詰めるね、これ。オッケー、終わってる、落としてる、落としてる。ナイス、それから逆から詰める、逆から詰める。オッケー。ぐらい投げながら詰めるね。そっちで、ヘイトカバーできるんだけど。やった。入ってる、入ってる。あとラスト。ホラック壊れてる、ラストホラック壊れてる。オッケー、ナイス。いやー、イージーですわ、これは。イージー。ナイス。エーペックスのチャンピオンとなりました。ケーキいいな、これは、ね、ナイス、いいダメージ、綺麗なオーダーだったな、ありがとうございます。いやー、ダイヤー、イエーイ、ここからですね。ドラさん、ホラゲとかしたりする？いや、じゃあやろうよ。いや、今なんて答えたらじゃあやろうよにならなかったの、今。なんとかフォニズムみたいなやつ。マルチでいいです。ほら。やった？いや、やってないけど。じゃあ僕とソラルさんと、何人でやるの？誰呼ぼうかな。4人とか3人なんじゃない？クザハがやってくれるならクザハ呼びたいけど、あいつソラゲ本当にやんないんだよね。ビビリじゃん。なんか、本当にやんない。極力絶対やりたくても、人生でホラゲをする回数を極力減らしたいんだと思う。あ、何人までできるの？教えて。あのゲーム何人までできる？いやでもソラルさんと僕で誘えばやるかもしれない。多分その何雰囲気的にやるかってなる雰囲気を僕らで作るしかない。4か、やることになったからこの日にって言っても、LINE の小食、うん、今日配信で言ったからかわいい。なんかないかな、決定事項として伝えたら、こう、いやいややるんじゃない？でも本当にやんないんじゃないかなって。そんなダメなんだ。うん、ちょっと聞くだけ聞いてみよう。一応、いや俺も苦手なタイプだよ、全然マジ。ミプレイの人とやりたい。ミプレイだね、俺完全に。ね、でもそのクズクズのホラゲ無理具合だったら俺は一緒にやりたい、ね。逆にね。そう、自分よりも苦手な人とやりたい。怖がってる人がいる。そうね。そうね。お、来るみたいですよ。マジ？来たか、うん。俺もちょっと飲み物取ってくるね。え、でも。でも、ちょっと待って、トマさん。なに。じゃあ、ソラルさんがホラゲやろうよって言い出してみて。わかった。よし、このジャスだけできれば。知らんふりしよう、僕。なったってことにで進めるわ。あ、オッケーオッケー。うん。よし。でも僕が言うよりね、ソラルさんが言った方がね、若干の断りにくさがあると思うんだよ、付き合いの長さ的に。だと思うんだよね。やっぱこう家族に言われるのと、あの学年が一緒になったクラスの友達に言われるぐらいの、最近その1年で仲良くなった友達に言われるのとね、多分こう長さ的にはあれがあるから、多分僕がやるとやだよみたいな感じだけど、トラさんが言うと FS、 あーホラーですかっていうあれになるんじゃないかなっていう。何？巧妙な。あ、今そのソラさんに言ってもらう理由を説明しとく。なんだろう、缶の飲み物ってさ、ちょっと怖くない？俺洗っちゃうんだけど缶を。え、どういうこと？行くぞー！なんでお前はそんなテンション高い？行くぞー！寝起きじゃないの？寝起きでしょ？何してたの今日は？おはようございます。声が低いもん。行くぞーか、今日は。はい。寝てましたね。声ガラッガラだな、マジで。行くぞー！ログインしてください。お前かな。あ、そういやさ。はい。11月末に、うん。
一緒にホラゲーやることになったから準備しといてね。はいはい、オッケーです。おー、頑張ってください。3人でいいんすか？あと1人誰か呼びます？どうしようね、あと1人誰か呼びたい人いる？くずくず。いやでも部外者の俺が呼ぶのはちょっと。いやいや、俺って3人とあと1人だから部外者じゃないよ。そうそうそう。あ、VC VC いないっすよ今、その3人目やんないの？何が？あの、この前言ってたパシフォリミズムみたいな。いやだよ。いや、やるよ、大丈夫。怖いもん、あれ。なんだかんだで一緒にやってくれる。いや、俺、なんだかんだで、うん、なんだかんだでやってないっすかね。なんだかんだで、でも、一緒にやったらやるっしょ。やりたいやつ。待って、ガチでディスコ何言ってるか。多分かけたな、あいつ今 OBS。ガチで何言ってるか全然。あれ、こんにちは。今聞こえてる。いや、だから何が気まずいって、ここに至るまでいろんな人のこれを断ってきたんだよ。気まずい、気まずい。いいじゃん、いいじゃん。え、やらないって言ってたのに。やるんだクズハ、殺そうってなったら困る。クズハ、ミックスしてやったよな俺。エクスカルバー出てきた。行くぞって言われたって。おお。手脅されたって言えば。って言われたって言います、ね。ああ、なるほどね。まあ、手をりにや。手まで整えてくれる。僕の戦いを見てくれた。やるかぁ。オーケー、反対詰めてるからそっちの辺に向くか。パス燃やす、パス燃やす、パス燃える。やべ、目の前割れてる、俺の目の前のバンカー、はい、いやごめん、ごめん、だいぶ生きてる、だいぶ生きてる。ベースがナイスナイス、マンセーフで後ろ来てる。まだマンセーフ来てる。ラスト、あとでナイス。まだ1人割ってる、割ってる、割ってる、かなり見る。やべ、ならこのまま、肉もない、もうやばいね。それ間に合わない、間に合わない、間に合わない、間に合わない。死んだ、死んだ。あ、よかった。あ、よかった。よかった。マジでよかった。生命力強いタイプで。ちょっと待って。ナイスナイス。まず巻きましょう、まず巻きましょう。そうだね。お腹空いてんね。なんか取ってきた。お腹空いたってこと？お腹どう、コンディションはお腹の。ついてね。最後に食べたの何時間前？いや、俺なんかマジ300年ぐらい寝てたんで。よし、次のリングに入る。覚えてないな。昨日の夜食ってから。まあでもハイチュウとか食ったか。ハイチュウ食べよう。あ、そういえば俺ラルさんのチロールチョコ買いました。ありがとうございます。ストラルチョコ、そう、あとハイチュウ、プレミアムハイチュウがなんか応募したらラルさんの何もらえる、玉切れ、もう玉切れがもらえるやつがあったんですよ。なるほどね。応募しないんですけどね。応募してくださいよ、クズハさん。応募ってなんかむずくないですか？いや、まだね、ちょっとあるよね。でも慣れてる人って、俺なんか応募者全員サービスみたいなやつしか応募したことないな。絶対もらえるもんね。リングは遠くない。うん、ってかラルさんのチロルチョコ、うん、チョコごとに絵が割り当てられてる。そうだよ。いや、夏いなぁ。しかもちゃんと自分が好きな味を選んだからね。だから美味しいな。きなこ餅いいっすよね。でも言ってた、サラさん、これ俺が選んだんだっけ。言ってた。いや、選んだよ。
俺の好きな味ばっかだって、これ俺が選んだんだっけって聞いてるの見たからね、配信中に。あの本日からですね、映せますか、ファミリーマートさんとですねコラボでですね、ソラのチロルチョコが出てるんでした、そういえば。でもみんなチロルチョコ好きでしょ。ミルク、アーモンド、いちごゼリー、きなこ餅、いいチョイス。え、これ俺選んだんだっけ、偶然。これこのチョイス選んだ。そうだよね、なんか俺が好きな味ばっかりだもんな。俺が好きな味ばっかり選ばれているので、多分俺が選んだんだろうな。はい、というわけでソラルチョイスのチロルチョコ、ソラルチョコが出ているので。かわいいよね、このパッケージもね。企画が立ち上がったの自体は結構前だからね。もう選んだの相当昔でさ、僕がサラダしてるところ、きなこマジでうまいわ。きなこ一番うめな。確かに。ソラルチョコ。てかこのパッケージ書いてくれてる熊尾先生、俺とクズクズのイラスト書いてくれてる。で今見に行ったら本当に書いてくれてた。何の時のだろうこれ。ソースまで。先生。キャワだわ。エアージュ。お。全部さ、ソラさんこっち来て、クズハとこでさちょっと頑張れる。いや。ソラさん。で、さっきのあれね。もう慣れっこいっすよ。聞いてるわ。うん。うん。危ねえ。聞いてる。もう下まで降りてる。ああ、ちょっと飲み物取ってきます。オッケー。俺もちょっとトイレ。はい。ちょっと一人ラジオやってて。お集まりいただいた皆さん、どうも。ラジオ。クズラジ始まりました。今回のゲストはソラルさんです。あ、どうもソラルです。どうも。僕が監修したチロルチョコが、コンビニなどで販売されているので、よかったら、買ってください。歌ってみたも随時更新中なので、よかったらチャンネル登録よろしく。あ、おかえり。どうした、何の話してたの。いや今ゲストのソラルさんが宣伝してた。なるほど、今ソラルさんいたんだ。ソラルさんいた。ソラルさんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、来てくれるんだね、やっぱ。いや、圧巻でしたね。大御所だからね、もうソラルさん。レジェンドですね。へい。お、何？絶対似てなかったな、こう聞くと。なんか全然聞いてなかったけど、今過去一テイクをっていうコメントが流れていったのは、1ミリもかすってなかった。モノマネうまいイメージあるけどな、ちょっといろんなモノマネやってる。モノマネうまくないタイプですこれ。あ、そうなの。うちの枠でクズハくんって呼ばれてるのちょっとすごい面白いんだけど。なんでさ、クズハくんでしょ。基本なんかさ呼び捨てじゃん。いや、クズハくんでしょ。多いよね。クズハくんでーす。クズハちゃんでもいいんだよ。ちゃんはおかしいでしょ。呼び捨て以外で呼ばれてるところ全然見ないな。クズハくん。俺もあんま見ないな。クズピョンはもう聞いたこともない。俺最初に一緒にやったのがゴリラさんだったからクズクズ呼びになったけどさ。クズクズさんって言ってた。ゴリラさんクズクズ呼びだよね。呼び、そうそう。パスあるよ。パス落とした。ラストここ。レース160、レース160。オッケー、ラスやった。金金金金立てがいる、金立てがいる。金立てね、ローバー、ローバー、ローバー。フィニッシュ。あ、金立てローバー。
はい、ナイスナイス。もっと笑いなさいよ。いや、ナイスナイスナイス。みんな強い。あのラスちゃん取るとよかったね。ね、エーペックスのチャンピオンとなりました。だいたい俺たち最後だけ真面目にやってチャンピオン取ってんだよな。最後熱いよな。そう、いつもナイス。最後車乗り回してて死ぬかと思った。歌やったね。ミニまでやったわ。めっちゃ削られた。ナイス。ここまでですかね、今日は。オッケー。いやでもそろそろだいぶ近づいてきた。次でみんなで3位行こう。じゃあ俺も200ぐらい増やしておこうかな。